おお。踊り出したりとか。え、金のは2個なんだよね。海のキャバタギ。はい、この番組ですね。全国の各地域の人気ナンバーワンホステスとともにね、こうトークを繰り広げていく番組なんですけれども、今回九州編。で、今回ね、美と4人に集まっていただいてるんですけど、まだね、皆さんちょっと緊張してるし、ポジティブに足りてないということで、乾杯からいきたいんですけど、キャバクラでも乾杯の温度取る人とか盛り上げるのって大事じゃないですか。ということでね、乾杯していただくのは本日のゲストの石井会長です。石井会長のね、紹介させていただきます。関東、千葉を中心に今ね、年商25億の売り上げのみんな石井さんよりできないんですよ。2人は会ったことありますもんね。関東でね、キャバクラグループの会長です。なのでキャバクラのオーナーなんで、やっぱりホステスね、気持ちが分かると思います。石井さんといえば乾杯の温度がね、すごくうまくてパパオカ石井かって言われてますね。売り上げにならない酒を飲むのも本物のキャバ嬢の仕事です。乾杯乾杯。キャバクラって言ったら結構ゲームされる方いるじゃないですか。ゲームを教えてほしいな。なんか地方によって結構違いますもんね。私よくこのゲームするみたいな大箱なゲームがあったらドスコイ。おっ、ドスコイね、わかりやすい。ドスコイね、よくね聞きますよ。でも多分ルール知らない方いると思うんで、みんなの指出して、例えばドスコイ「ま」って言った時にあげた123、4本「ま」の4文字それを言うみたいな。やってみましょう。はい、やっていきます。ドスコイ「て」多いな。6文字。え、5文字じゃない？5でしょ。あ、6か。テントウムシドスコイ。すごい。手品アニはドスコイ。審議6文字。はい、6文字結構ないね。鉄砲玉ドスコイ。おー、いいよ。手こき上司ドスコイ。さんドスコイ。おお、じゃあ平島会長。はい、行きましょう。いいですね、こういう感じでやっぱ自分の。じゃあ俺が機能したゲーム一つやりますね。ワッショイ。ワッショイ、語尾にこう上げたやつがつく。じゃあいきますよ。はいから始まるワッショイ。さてっさワッショイ。かっさワッショイ。むかさワッショイ。おお、そうさワッショイ。しんさワッショイ。はい、ということで早速始めていきましょう。海のキャバタギ。はい、お願いします。はい、本日ね4名来ていただいていいんですけれども、まずね自己紹介から名前、店舗名、自分のアピールポイント、好きなタイプお願いします。うんこだな。ちょっとメモだけ取っていいですか。うんこだな。やばい、緊張する。私パピオンのみなつきです。とにかく楽しく飲めます。おお、飲みたい。みなちぴ。今日撮影場所もパピオさんに提供していただいて。確かに、ありがとうございます。キャバクラの長尾会長です。よく飲みます。楽しく飲めます。面白いです。よっしゃ。ちなみになんで会長なんですか。私の時に迎えに会長派なんですね。ちなみに今北新地エースなんですけど、もともとずっと福岡で活躍されてまして、なんとね福岡でするんだと私呼ばな始まらへんやろということで、このためにマジでやった。クラブエスケープの高根の愛がです。高根の愛が、愛菜と一緒に飲んだら絶対に幸せになります。特権ですね。はいはいはい。特権にいただいてるアンケートですね。特技とかいろいろ聞いてるんですけど、なんかローラのモノマネが得意っていうのを。はい、どれだよ。もうわかんない。オッケー。石井さんもすごいローラ得意なの。一回じゃあお願いします。ローラだよ。熊本から来ました。熊本アトリエの北田綺麗です。熊本で水色向上してます。よろしくお願いします。そうね、れいちゃんもねね、もう熊本からこのために今日来ていただいて、わざわざ、はい。まずは僕ら始めたきっかけ聞きたいですね。夜やってる人の紹介から始まりました。パチンコ屋に行って友達と突然知らない電話番号からかかってきたと思ったら、夜やってる人で今日だけみたいな。あ、なるほど、はいはいはい。そうですそうです、今日だけみたいな。今日だけで始まって今どんぐらいですか？2年ぐらいです。2年ぐらい。そうです。じゃあ会長は？会長はもともと AKB に入りたくて、アイドルためにお金貯めるために夜。それのアイドルの夢とかは？あ、もう今はないですけど、当時あります。会長はどんくらいですか？7年ぐらい。7年。若い。アイラはもともとベラリアとかアイドル系。確かに。これ何カップですか？これはちょっとカメラのアップ。これ。F カップ来てますね。レイちゃんは？私はですね、大学在学中に海外旅行と留学に行きたくて、それで本当に始めたのがきっかけで、そうで卒業の時期はもうコロナでちょっと就職が困難だったので、軌道に乗り始めたのがそのままで、今多分4年。売り上げを皆さんね、こうナンバー1ということで上げられてると思うんですけど、そのためにこう努力してることね。結構わがままっていうか自由なんで、飲みたかったら飲みたいみたいな、今日飲みたいんだけどみたいな。じゃあ会長、連絡をまめにする、いただいたら楽しませるとか、アフター加えたら大体かぶってても、アフター例えば3かぶりとかしてたら全部顔出す、大体顔出しますね。すごい。本当にもう素でいることです。頑張った人に頑張るリーチ。頑張った人はどんぐらいからこう頑張ったかっていうの？月の MVP みたいな感じで決めちゃって、頑張った人には私も頑張っていこうかなと思ってます。頑張った人には私も頑張っていこうかなと思ってます。なんか MVP になったご褒美みたいなのあるんですか？もうそれはまあもろもろですけど、頑張った人には頑張りたい。じゃあれいちゃん、私は SNS とか見てもらった方は分かると思うんですけど、もともとあまりこう容姿がたけてないっていうのと、いやもう本当に今は頑張りました。プラス九州の中でやっぱ中洲がダントツなんで、そういうローカルな地域で頑張っていますよ、頑張りますよっていうなんかストーリー性に投資をしてくれる方も募ってるっていう。ストーリー。れいちゃんはルラインとかのランキング、特別ランキング1位とかに。そうなんです。ちょうど先月が1位です。すごい。SNS のフォロワー多分皆さん多いと思うんですけど、今ですね7万。すごいですね。SNS での来客とかってどんぐらいあるんですか？めちゃくちゃありますよ。おはよう。おはよう。地方の方って特に SNS 頑張ることによって全国から呼べるチャンスあるじゃないですか。パーセンテージで言うと4割方占めてる。おお、すごい。県外の方って財布の紐が緩んだりだとか、パッて使われる方が多い。インスタのフォロワーとか増やすためになんか努力してること。基本的にやっぱ投稿とか他の SNS からの流入だとかです。TikTok とかされたりは？してます。お、絶対 TikTok だね。やったほうがいい、おすすめです。そんな中で皆さんに今まで出会った過去の神客聞きたいですね。でもなんかもう何も言わずに席に戻ってきたらもう大体頼んでくれてて、わーみたいなとか、出勤してきたら今日振り込みあったんでもう遠隔振り込みで後から LINE でなんか好きに使ってみたいな。お客様はゴールどこなんですか？ゴールわかんないですよね。振り込みのお客さんなんてなんかこう正直合ってないからどうしようとかないじゃないですか。そうですね、もう完全に多分なんかアイドルみたいな感じで。北村会長、北川こうだな、ナンバーワンにさせたいっていう応援してくださる方が見返り求めず、すごいよなみんな。やっぱアイドルがなんかその上がっていくような気持ちなんですかね。そうじゃないですかね。本数のエースと売り上げのエース、なるほどなるほど、分けてると、やっぱなんかね、売り上げだけだったらこうああいう時が本当暇なんだろうってもらったら困るから、やっぱ本数で来てくれる人も大事ですね。私は以前中洲に遊びに来た時にアイラちゃんの店、結構リオグループで大きいグループの相当投稿費がかかってるお店があるんですけど、そこに遊びに行った時にそこまで絡みがなくて、インスタだけつながってたんですよ。一人一応指名がいて、なんで私はフリーで入ったんですね。なるほど。そしたら後日熊本に指名で遊びに来てくれて、すごいその大好きなエンジェルを開けてくれて、普通なんか開けてやったでみたいな感じじゃないですか。なのにレピーワンみたいなねなんか言った記憶がある。でも何かしてあげたことに対する恩返しとか、そういうのはすごくあるんですけど、男性ならまだ見返りしようあるけど、女性から女性に対する貢献ってお名前だと思います。確かに。それはどういう意図があったんですか。ね、でもなんか普通に好き。好きの気も可愛い。いいね。全然こうシャンパンの相場も上がってるんですよ。おのおの好きなシャンパン聞きたいです。まあれいちゃんはエンゼル。私はエンゼル。そういう理由とかあります。水色っていうカラー展開があるシャンパンがまずもうエンゼルさんしかなくて、これですね。映えシャンパンで中身まだ美味しいシャンパンって結構珍しいと思う。エンジェルさん美味しいんですよ。ボリって嬉しいのなんですか。エッグです。エッグすごいよね。あれちょっとここ差し込もんピーってくるもんな。じゃあ次アイラちゃんなんか好きなシャンパンありますか。アイラはアルモンドです。アルモンドの A はアイラの A、アルモンドの A はアイラの A。なるほど。じゃあ会長はマイズグループそうめんをそうですね。なるほど。低糖質で飲みやすいですもんね。はい。ブーブーだったらどうなんですか。ブーブーだったらストーリーとなんだ。ああ、そういうね。本当に人によりません。すごい頑張ってる人で飲み慣れない方がなんか抜き物開けて、ああ、嬉しい。嬉しい。嬉しい。だって私なんてこうローカルじゃないですか。なんか東京では結構ワンマン行ってるよみたいな話してる方でもブーブーでええやみたいな感じ。ちょっとええってなっちゃう。過去の神客聞きましたけど、クズ客。クズ客。こいつマジクズだった。どうかな。パッと思いつかないぐらい偉大かもしれない。神に溢れてる。おさわりをめっちゃこうしようとしてくる客とかいたら、いますそういう人。たまに。もうどう言ってなんか解禁をするんですか。え、ダメだよ。で手を押さえます。飲ませるね、飲ませる。飲んでからね。飲んでからね。私結構携帯で会議します。なんかてかさこれ見てよみたいな。ああ話を切り替えて。なんかよくあるのはここの距離だとやっぱ男性がこうなるじゃないですか。はいはい。でもここの三角を作るとって言いません。やっぱ正面からのこうはいかないし。まあ王道ですね。こういくかもしれない。まあ別に。ちょっとドキッてした。王道はこう斜めに座って膝つけて足を触られた時にダメみたいなのが王道ですよね。やっぱね。そうですよ。ちょっとあいらちゃんバージョン。あれ今日アフタートだどう？来たい？ちょっと待って、一緒に乾杯してから一緒に。おお。これめちゃくちゃマイラなんかちょっとセクシーなマスク。おおお。ちょっとこれで。お。見てから大好き。これだったのかな。え、美味しい。なんこれ。で、クズ客は皆さんどうでした？ありました？ありますあります。なんかその週を強要されるみたいな。さすがにやばいなと思って、そしてフリーはお連れの方からしたら、いやちょっと社長の顔立ててくれよ。いやでもそれは限界があるじゃないですか。そこで私一回だ昔ぶち切れてしまったことがあって、いや何しに来てるの？そうですね。めちゃくちゃ開けて、でも逆にそれでお前は人間味があっていいねって言われた今でも意外とこう真正面から向き合うことも大事な。確かに確かに。地域ごとのね、客層の違い、それやっぱ九州の客層かどんな感じかも気になります。皆さんの地元のお客様もいるし、大阪、福岡、熊本だから観光とか地方他から来るお客様もいますもんね。で、今その北新地にお腹でのそのなんか違いとかも。エースっていうブランドがあるから、福岡の時にシャンパンをおろさなかった方もエースに来たら、雰囲気に取り込まれて、あ、おろさないかんねでいただいたりとか。同じお客様でも新地に行くだけで客単価が上がると思うね。上がってます。給料費で言ったら上がったとかあるんですか。あ、でもそれは単価が高いですね。はい。どんぐらい上がるの？何倍とかで言ったら。すごい。それはどういうきっかけでその北新地に出よう？おお。九州から出るつもりもあったりとかするんですか？まあ全然私は全くないです。おお、中洲で骨をうずめると。リオグループにお世話になってるんで、リオグループが六本木とかに出したら私は行きたいなと思って。でも考えておりますね。もともと就職で上京がしたかったというか、進学とか就職のタイミングで上京したかったのはなんだかんだやっぱちょっと熊本に居続けてる部分があるのと、その自分の売り方的に多分次のステージがないと多分面白くないだろう。確かにね、熊本制約してますもんね。ローカルから頑張って上京してなんかなったよみたいなストーリーみたいな、多分それを望んでるんじゃないかな。なるほど。多分年明けぐらいですね、私。おお、大丈夫なのかな。大丈夫。じゃあこれすごい気になりますよ。お客様と付き合ったことあるか？おお、お客様としか付き合ったことないです。おお、ちなみに何人ぐらい？いやでも本当に一人2人とかしかいなくて、そのまあ一その顧客の方とその付き合うになったこう差は何なんですか？差はちょっとだけみんなよりいっぱい使ってくれたかなぐらいです。やっぱそれ大事なのね。そうです。あと本当に優しかった。めっちゃ優しかった。すごい優しかった人が夫婦だったらどうなんですか？そうですね、楽しくみんなで飲もうぐらいで、楽しく飲もうぐらいで。そのなるほど。やっぱりモテるためには使って自分も大事だけど、やっぱ余裕が大事ってことですね。そうですね、めっちゃ。でもやっぱ使う額がその愛の気持ちともなりますよね。なんかこうバランスが取れてるっていうか、こういっぱい使うけど目減らんやったらちょっとね。別れたんですか？あ、もう別れました。なんか別れた理由とか？ちょっと酒癖がこうよろしくないところが救急車に向かって踊り出したりとか。すごい。ちょっと何やってんやん。TikTok だって炎上してますから。いや本当そうですよね。どういう方とお付き合いされますか？まあちょっとこう自営業されてる経営者の方で、やっぱり会長はお客様としか付き合ってない。おお、新地でってどんぐらいですか？トータル1年。新地ではお付き合いは別れた理由とか？私結構やきもち焼きなんで、他の女の子のことやったりとか。可愛い。束縛とかはされるんですか？まあ多少。じゃあちょっとやってみてください。いや、俺がとかじゃなくて仲間のあれでさ。リアル。でもこの店来れたやん。なんでうちの店来れたやろ。席開けとったやろ。あれいい男同士。弱っ弱っ弱っ。じゃあその後うち来てくれるねえ。その差はどうですか？差っていうか、愛のベクトルを測れる。愛のベクトルを測れる。愛のベクトルを測れる。どこで好きな人がこう自分の売り上げになったらお互い気持ちがいいじゃないですか。俺の好きな人にお金が落ちてるから、実質俺とお金で。私もお客さんが多いですね。お客さん以外もある感じでしたね。いや、夜初めてってことですか？はい。あ、でも全然ありますよね。学生やったけん、やっぱこう夜以外にコミュニティがあったっていうのが確かに。なるほど。キャバクラって楽して稼いでるみたいに思ってる人もいると思うんですけど、実際起きてね LINE 返して自分の美容とかね、女子磨きに時間かけてアフター行ってるので結構時間ないですもんね。お店に行ってお金を使わないとキャバ嬢とは付き合えないんだみたいな感じになってますけど、出会いは店ですよっていう話なんで、本当にコミュニティがもうやっぱお店にどうしてもなってしまうんで、出会いはだから、まあ、その後がどうこうだとしても全然夢がある。キャバクラの子にインスタで DM して口説いたも落ちないけど、店に行ったら別に全然可能性はあるって。インスタで DM して口説いたも落ちないけど、店に行ったら別に全然可能性はあるって。最近はね、もう整形とかを全然公表されてるホステスの方が多いと思うんですけど、皆さん整形されてる方はいますか？会長からじゃ聞きますけど、整形は何されますか？海君が経営してるハーブクリニックで熊取りして埋没もやり直して音やってるとかいろいろしてる子にやと。確かに前お会いした時よりも幼い顔になりました。おエクソソーム打ってるんですよ。私はなんか注射系はしました。ヒアルロン酸とボトックスだけ。おお。回答どうですか？最近、脂肪中に顔にしてました。どこに？おでこと頬。50万ぐらい。我らはまあ心の整形に1500万。我らはまあ心の整形に1500万ぐらい。私直近だと東京しますね。ちょっと触らせてもらってもいいですか？ダメですよ、ダメです。何入れたんですか？私はモッティバっていうシリコン。ああ、何カップから何カップ？いいからです。おお。とかじゃないか。じゃあ最後のね企画になるんですけど、まあ今回ね石井さん一人ね選んでもらって、でも実際ね彼は男気があるんで言ってくれると思うんですけど、最後シャンパンをねねだる時の接客を実際に石井さんにシミュレーションでしていただいて、順番決めようか。どすこい。どすこい2の5。ああそうです、日照どすこい、ニューエラ、乳輪どすこい、乳腺どすこい。ああ、じゃあこれどういう順番でいくんですか？2番、2番、1番、3番、3番、1番ありましたね。じゃあ石井さん今日酔ったね。酔ったね。すごいなんか熱くなってる。本当？うん。なんか飲みたくない？なんかこれとかすごい。これ飲んだら一緒になんかさお花が咲きそう。これにする？でもそれはいい？これがいい。一緒にハッピー作っていく。この後も。もっと高いやつにしたら？いいの？じゃあアルモンドのAは。もあるけど、もっとハッピーになれる。なれる。当たり前じゃん。ちょっとでもいいかな。じゃあこれにします。おお、アルマンドを折りました。見事アルマンドをね折りました。ありがとう。ただいま。ミラの好きなシャンパンどう飲んだ？まだ。飲んでないの？嘘、なんで頼んだかと思った。それでは問題です。ミラの一番好きなシャンパンは何でしょうか？外れたらミラの好きなシャンパンが倍掛けになります。聡明ブラック。ブー。ってことは聡明レッド2本でいいですか？いただきまーす。お願いします。強いな。いやいい。いや勢いで勝つっていうね。相手に隙を与えない。ただいま。どこ行ったと？俺がいや、さっきエース来たんだけどめっちゃ待ってて帰れなくてニュース行っちゃって。ああ、ニュースで何の音？全然そうめしろ。これ何の？それはさ、あっちはいいの入れるよ。いや、だって会長でしょ？気持ちの分だけ。気持ちの分だけ。今日負担あんの？断る。俺だけは負担だよ。あれ、そうめ私ケース。ありがとうございます。めっちゃちょろいやん、俺。ちょろい。酔ってきた？ちょっと結構飲んだね。嘘。なんかシャンパン飲みたいんだけど。飲もうよ。飲む？うん。関東でさ、めっちゃ成功しとるやん。うん、いや、うん。なんか私九州で頑張りおるけどさ、なんかやっぱまだまだやけどさ、なんかやっぱ関東でさ、やっぱすごい社長さんと同じ業界やん。石井ちゃんがさ、私のストーリーでさ、いいシャンパン開けてたら本当に顔立つんよ。だけどさ、なんか開けてくれない？俺今日レイちゃんに会うから。いやちょっと思った、それは。可愛いやつあるじゃん、エンジェルの丸いやつ。エンジェルック？あれってなかったっけ、青髪。ある。青なんだけど、金のは2個なんだよね。金のは2個なんだよね。ちょっとお願いします。うまい、すごい。いや、やっぱ優秀ですね。これはすごい勉強になったと思います。ということでね、本日愛のキャバ騒ぎになる通編いかがでしたでしょうか？楽しかった。楽しかった。お客様の気持ちが分かりましたね、今日は本当。そうですね。じゃあ実際にね、お客様になってもらうんで、じゃあ石井さん指名してね、飲みに行くホステスをじゃあ選んでください。ダン！だからでも本当王道のキャバ嬢さん的な感じで、お金持ってる人とかがこうゆっくり一緒に飲んでてすごい楽しそうだなっていうか。あ、ミナちゃん。はい、なんか一緒に飲んでて落ち着けそうなっていうか、居心地良さそうだなってすごい感じ。お、じゃあ突然ミナちゃんの完売してください。ありがとうございます。それでは帰るキャバ詐欺。はい。長瀬最高。次どこですかね。次はね、北海道バルセロナグループ。おお、バルセロナグループの各店ナンバーワンが。おお、すごい。それぞれします。ということでまた次続きの辺で。